今日ネットをこういろいろ見ているといろいろ物議を醸していたのが、京田が新人王を取ったことではありませんでした。はい。次に得票数を取ったのが阪神の大山で、デッドヒートと言われていた浜口が3番目だったという、はい、この一点に関していろんなことが言われてましたね。ファンの皆さんの間でネット上なんかはこんな言葉がありました。一体記者投票ってのはどうなってんだ、浜口に失礼、大山に投票したのはどこの誰だ組織票があっただろう。で、一番多い声が、はい、記名投票にしろっていう声が一番多かった、うんうん、正直僕の率直な感想、これたけしさんもそうだったんですが、2位大山っていうのははっきりと驚きましたよね。うん、そうですね、うん、驚きました。これはちょっと腑に落ちないかな、うんうん、やってる現役選手も、はい、なんかそういうふうに思っちゃいますよね、うんうん、そうですね、うん、だからこれだけ、まあ、京田が取ったのは喜ばしいことだけど、うん、これだけてあの票数が離れたっていうのもちょっと疑問。そうですね、うん、当然京田が取って当たり、うんうん、わけ当たり前ですけど、うん、記者投票のこの差はちょっと、ね、確かに私も違和感はあるんですが、どうやって投票しているかっていうのを改めてちょっとねご紹介します、はい、まず誰が投票しているかということなんですが、プロ野球を担当している5年以上経験した我々アナウンサーであるとか記者、こういった人たちに投票権が与えられます、うん、ざっと、ね、例年見てみると250から60票ぐらいの有効得票数がありますんで、それぐらいの全体票があるというふうに考えてください。で、ネット上なんか見ても、まあ、記名しろとか記名投票にしろっていう声多かったんですが、はい、結論言います、記名投票してます。あ、記名で投票してます。我々はそうですか、東海ラジオ森高俊と書いて、はい、ベストナインを手書きで書きます、うんうん、でセリーグ MVP を書きます、はい、セリーグ新人王を書きます。で我々はパリーグは書きません、担当球団が中日ドラゴンズなんで、うん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 、パリーグは一切投票していません。セリーグだけ投票を我々に関してはしています。で記名投票はしています。なんで NPB が、東海ラジオ森が一体誰に投票したのかっていうのは分かるんです。ただそれをオープンにしてません。うん、うんうん、はい、そういうことですね。だから皆さん、ね、衆議院選挙で投票行ってもそうじゃないですか、投票権を交換して、はい、投票所で投票する、調べればそれは分かると思うんですよ。どこどこの住所の誰々さんの票だっていうのは分かると思うんですけど、それはオープンにはしてません。で、今日 NPB に私電話しました。取材をしたんですが、記名をもししていない票はどうなるのかということを聞きました。 NPB の回答は、この数年無記名で投票された方はいません。仮に無記名で投票が送られてきた場合無効票になりますと。その他、外野手を内野手の欄に書いたり、選手の漢字を間違えて書いた場合、これも無効票になりますと。他が正しくても一箇所間違っているだけで全て無効になるという扱いです。全部がですか？全部。わ、実際今年6票ありました。あったんですね、うん、実際にね。それは漢字の間違いで、漢字の間違い、もしくは内野手を外野手に書いてしまったりとか、悪気がなくてもそういうミス確認すればいいじゃん、ね、そうなんです、そうなんです、確認は大事ですよね、で、じゃあ漢字に関して、浜口の浜という字は難しい浜です、ですね、でも投票用紙の中にご丁寧にですね、 NPB が表記を間違えやすい漢字というふうに表を作って、はいはい、わざわざ浜口の浜の字はこう書いてくださいっていう浜の字がビョンと大きくなった注意を書いた紙が1枚入ってるんですよ、はい、あるんですね。そう、だから浜口の浜の字はこの字を書いてくださいねっていうちゃんとしたものが1枚ついてるんで、でもそれを書いたからじゃあ書いてみようかって人もあるかもしれないよね、そういうことを書いてあったら、うん、うん、だけどそれは公平じゃないよね。なんか書いてある選手と書いてない選手がいるってことですね。だから例えば、うんうんうん、順番で前に来てる人のが書きやすいとか、はい、真ん中は分かりづらいからっていう、だからやっぱり公平感を保つんだったら確認した方が絶対いいんだって。まあまあそうですね、うん、
だからまあ、 ざっとどういうふうに投票されているかっていうのはこういう感じで、今ご説明しましたが、だから記名投票にせえっていう声が非常にネット上多いんですが、記名投票自体はしてるんですね。してると。ただ NPB がそれをオープンにしていないという現実をまずお伝えしたかった。じゃあこうしたら記名投票して名前書いて、ね、なんでこの人に決めたかっていう理由を書くとかさ。あ、理由ね。それは記者なんだから、それはいいかもしれない。記者ってね、そういう仕事だから理由を書いて、はい、いやこれは全然ね、まあでもそれは解釈で変わってくるかもしれないけど、うん、理由も書いてほしいよね、うん、それは一つ改善点としてはいいかもしれませんね、うん、で大山に組織票が動いたんだろうとかそんな声もありましたがね、これは取材というか私の肌感覚でお伝えしますけれど、仮に大山の成績が強打だとしてね、はい、今年の仮にですよ、うん、じゃあ我々中日担当がよしみんなで強打を新人王にするぞなんてノリはありません。ごめんなさい、もうこれは絶対ない、はい、うん、武さん一緒に我々といてそんなの感じないでしょ。いや、やっぱりね、記者の人もシビアには見てると思うけども、うん、そんなことはしない。なぜ大山にね、大山にはあるけど、うん、なぜ49票入ったかは、うん、ちょっと今後ね、こういうことで僅差になった場合に、はい、ね、やっぱりこうちょっとしこりが残っちゃうよね。そうですね、うん、だから、いや、ファンの皆さんはこれ指摘するのは僕当然だと思うよ、うん、この49票っていうのは、うん、そうですね、違和感は確かに感じる部分ではあります、はい、で、じゃあこういうケースどうなんだろうと、仮にですよ、今年京田と大山が、まあ、甲乙つけがたい成績だとします。でチームの貢献度とかもいろいろある、 チームの順位が上下もあるんですけれど、こうなった場合はやっぱりね、どうしてもな、人間ですから担当球団の選手に入れてしまう、まあ、いわゆる愛情票みたいな形になる、これはあると思います。うん、あるね、それはやっぱりね、ある。判断に最後の最後迷ったら、どこで判断するかって言ったら、はい、じゃあ仮に僕なんかだとしたら、年間で京田と大山と喋る時間とか会う時間が全然違うわけだから、うんうん、それはやっぱ京田陽太に一票入れるっていうことになるとは思うんですよね、はい、だからまあ結局ね、投票なんで最終的にね、どっかでやっぱ文句は出るんですよ。うん、まあ、こればっかりは。そうそう、となるともうこの制度を改革しなきゃいけないってことだね。そうなんですよね、そもそももう本当に数字とチーム優勝とかそういう貢献度の、そういう仕組みを作るしかないよね、はい、そうです。で例えば新人王の有資格者が今年セ・リーグ投手46、野手31、合計77人いたんです、うんうん、だからね、変な話、全くどんな感性か分かりませんけど、はい、別にここに石垣って書いて入れてもいいんですよ、うんうん、有資格者だから、うんうん、資格を持ってるわけですね。そうそうそう、うんうん、でもまあそれはないじゃないですか、はい、有資格者の中でもある程度 NPB が今年収めた成績の上位を絞ってこの中から選んでくださいっていう形にするとか、でもこれもね、確かに無理があんの、考えてたら。はい、今年みたいに都合よく3人4人候補者が出てくれりゃいいですよ、うん、実際京田1人がぶっちぎりで該当者だとしたら、もう NPB が京田って決めてんのと一緒になっちゃうから投票する意味がなくなっちゃうんで、はい、そうそう、それも現実的にちょっと考えにくいだとすると、たけしさん言うように、もう投票っていうこと自体をやめないと、はい、ですね、うん、いけなくなってくる、まあ、好き嫌い、まあ、好き嫌いって言い方はちょっとおかしいかもしれないけど、うん、やっぱ偏りがあるかなっていうのはね、うんうん、まあ一つ僕が思ったのは、沢村賞みたいな形にしたらどうかなと思うんですよ、うん、沢村賞だけは沢村賞選考委員会という委員会がありまして、うん、沢村賞の規定項目10項目だったかな、うんうん、これをクリアして沢村賞にふさわしい投手、今年は菅野投手が取りましたが、を選出するっていう委員会があるんですが、もう記者投票で、ね、ここまでこう議論を醸してしまうんなら、もう選考委員会を作ってですね、まあ、もしくはたけしさんたちのような評論家投票にするかですね。でもこれもね、やっぱ投票なんで、投票には変わりないですね、うん、やっぱ同じ現象は起きやすいですよ、うん、まあだからやっぱこうどうしても
って思うことってやっぱちょっと出てくるじゃないですか、まあ、スポーツだからね、うん、まあ、仕方ないんですけど、だから例えばちょっと違うかもしれない、ゴールデングラブ賞ってあったでしょ、はいはい、あれも昔は絶対に試合に出ていなければあれゴールデングラブ賞ってなかなか取れなかったけど、はい、今はちょっと変わりつつある、本当にこう守備だけでも上手い人が賞を取れるようになったんですよ ね、うん、そうですね、ずっと1年間守備を守りきった人に何か与えられる賞だったみたいなんですけど、うんうん、なんかそこら辺もちょっと変わりつつあるじゃないですか、うんうん、だからそういう部分に関しては僕ね、いろんな改革はしてもいいと思うんだよね、うん、そうですね、あのおっしゃるようにゴールデングラブに関しては、うん、ゴールデングラブも私なんか投票するんですが、うん、もっと選手をね、はい、運営側が何人かに絞り込んで各ポジション、うん、この中から選んでくださいっていうやり方なんですよ、うんうん、でさらに要は今言ったベストナインとか新人王とかじゃなく手書きなんですけど、ゴールデングラブはもうパソコン上で投票するんで、誰かいわゆる記入ミスとかもない、うん、はい、うん、ということで、うん、まあ、だいぶこう今っぽい投票になってるのはゴールデングラブの方なんですよね、うんですね、うんうん、ということで、まあ、たけしさんおっしゃるいわゆるその選考理由を書くっていうのはね、一ついい、うん、かなと、はい、うん、思いますね、レポートだねもうね得意じゃん記者の人、そうですね、どうなんだろうな、よっぽどそういうふうに見てて、うん、いやこれはちょっとおかしいだろうっていう人にはこうね、うんうんうん、聞き取り調査をするか、はい、しっかりとこれどういうことだみたいな、うん、まあでも大山選手しかり浜口投手しかりで、うん、俺、まあ、本人たちかわいそうですよ、うん、いやだから頑張ってやっぱ浜口戦ったわけだから、まあ、浜口結局特別賞を取ったんですけども、うんうん、じゃあ大山の方がすごいんだからっていうね、うんうん、いうふうに思っちゃうのも寂しいじゃないですか、そうですね、誰もが見て納得して、あ、やっぱり浜口受賞だから特別賞でよかったね、うん、票数もやっぱり浜口の方が上だねっていうふうになればね、うん、これだから浜口と大山が入れ替わってれば、はい、例えば浜口が49票票、大山が27票だったら何のこういう話も出なかった、うん、まあ、そうでしょうね、うん、まあ、意外に京田浜口差がついたねで終わったと思いますけどね、この順位って2番3番っていうのはね、うん、やっぱちょっとこう皆さんファン野球ファンの方にはどうなのかなっていう、うん、まあ、そういう声が昨日からずっと言われてますね、うん、そうですね、はい、ということで、まあ、ちょっとこれをきっかけにね、この投票システムっていうのを見直す時期なのかなという気もした1日でございました。10から60票ぐらいの有効得票数がありますんで、それぐらいの全体票があるというふうに考えてください。で、ネット上なんか見ても記名しろとか記名投票にしろっていう声多かったんですが、はい、結論言います、記名投票してます。あ、記名で投票してます、我々は。そうですか、東海ラジオ森高俊と書いて、はい、ベストナインを手書きで書きます、うんうん、でセリーグ MVP を書きます、はい、セリーグ新人王を書きます。で我々はパリーグは書きません、担当球団が中日ドラゴンズなんで、うん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 、パリーグは一切投票していません。セリーグだけ投票を我々に関してはしています。で記名投票はしています。なんで NPB が、東海ラジオ森が一体誰に投票したのかっていうのは分かるんです。ただそれをオープンにしてません、うんうん、はい、そういうことですね。だから皆さん、ね、衆議院選挙で投票行ってもそうじゃないですか、投票権を交換して、はい、投票所で投票する、調べればそれは分かると思うんですよ。どこどこの住所の誰々さんの票だっていうのは分かると思うんですけど、それはオープンにはしてません。で、今日 NPB に私電話しました、取材をしたんですが、記名をもししていない票はどうなるのかということを聞きました。 NPB の回答は、この数年無記名で投票された方はいません。仮に無記名で投票が送られてきた場合無効票になりますと。その他、外野手を内野手の欄に書いたり選手の漢字を間違えて書いた場合、これも無効票になりますと。他が正しくても、今日ネットをこういろいろ見ているといろいろ物議を醸していたのが、京田が新人王を取ったことではありませんでした、はい、次に得票数を取ったのが阪神の大山で、デッドヒートと言われていた浜口が3番目だったという、うん、はい、この一点に関して
いろんなことが言われてましたね。ファンの皆さんの間でネット上なんかはこんな言葉がありました。一体記者投票ってのはどうなってんだ、浜口に失礼、大山に投票したのはどこの誰だ、組織票があっただろう。で一番多い声が、はい、記名投票にしろっていう声が一番多かった、うんうん、正直僕の率直な感想、これたけしさんもそうだったんですが、2位大山っていうのははっきりと驚きましたよね。うん、そうですね、うん、驚きました。これはちょっと腑に落ちないかな、うんうん、やってる現役選手も、はい、なんかそういう風に思っちゃいますよね、うんうん、そうですね、うん、だからこれだけ、まあ、京田が取ったのは喜ばしいことだけど、うん、これだけてあの票数が離れたっていうのもちょっと疑問。そうですね、うん、当然京田が取って当たり、うんうん、わけ当たり前ですけど、うん、記者投票のこの差はちょっと、ね、確かに私も違和感はあるんですが、どうやって投票しているかっていうのを改めてちょっとねご紹介します、はい、まず誰が投票しているかということなんですが、プロ野球を担当している5年以上経験した我々アナウンサーであるとか記者、こういった人たちに投票権が与えられます、うん、ざっと、ね、例年見てみると251箇所間違っているだけで全て無効になるという扱いです。全部がですか？全部。わ、実際今年6票ありました。あったんですね、うん、実際にね。それは漢字の間違いで、漢字の間違い、もしくは内野手を外野手に書いてしまったりとか悪気がなくてもそういう確認すればいいじゃん、ね、そうなんです、そうなんです、確認は大事ですよね、でじゃあ漢字に関して、浜口の浜という字は難しい浜です、ですね、でも投票用紙の中にご丁寧にですね NPB が表記を間違えやすい漢字というふうに表を作って、はいはい、わざわざ浜口の浜の字はこう書いてくださいっていう浜の字がビョンと大きくなった注意を書いた紙が1枚入ってるんですよ、はい、あるんですよ。そうだから浜口の浜の字はこの字を書いてくださいねっていうちゃんとしたものが1枚ついてるんで、でもそれを書いたからじゃあ書いてみようかって人もあるかもしれないよね、そういうことを書いてあったら、うんうん、だけどそれは、うん、あの公平じゃないよね、なんか書いてある選手と書いてない選手がいるってことですね、だから例えば、うんうんうん、あの順番で前に来てる人のが書きやすいとか、はい、真ん中は分かりづらいからっていう、うん、だからやっぱり公平感を保つんだったら確認した方が絶対いいんだって、まあ、そうですね、うん、だからまあ、 あのざっとどういうふうに投票されているかっていうのは、うん、こういう感じであの今ご説明しましたが、うん、だから記名投票にせえっていう声が非常にネット上多いんですが、記名投票自体はしてるんですね、してると。ただ NPB がそれをオープンにしていないという現実をまずお伝えしたかった。じゃあこうしたら記名投票して名前書いて、うん、ね、なんでこの人に決めたかっていう理由を書くとかさ。あ、理由ね、あ、それは記者なんだから、それはいいかもしれない。記者ってねそういう仕事だから理由を書いて、うんうん、はい、いやこれは全然ね、まあでもそれは解釈で変わってくるかもしれないけど、うん、理由も書いてほしいよね、うん、それは一つ改善点としてはいいかもしれませんね、うん、で大山に組織票が動いたんだろうとかそんな声もありましたがね、これはあの取材というか私の肌感覚でお伝えしますけれど、仮に大山の成績が強打だとしてね、はい、今年の仮にですよ、うん、じゃあ我々中日担当がよしみんなで京田を新人王にするぞなんてノリはありません、ごめんなさい、もうこれは絶対ない、はい、うん、武さん一緒に我々といてそんなの感じないでしょ。いや、やっぱりね記者の人もシビアには見てると思うけども、うん、そんなことはしない。なぜ大山にね、大山にはあるけど、うん、なぜ49票入ったかは、うん、ちょっと今後ねこういうことで僅差になった場合に、はい、ね、やっぱこうちょっとしこりが残っちゃうよね。そうですね、うん、だからいやファンの皆さんはこれ指摘するのは僕当然だと思うよ、うん、この49票っていうのは、うん、そうですね、うん、違和感は確かに感じる部分ではあります、はい、でじゃあこういうケースどうなんだろうと、仮にですよ今年京田と大山が、まあ、甲乙つけがたい成績だとします。でチームの貢献度とかもいろいろある、 チームの順位が上下もあるんですけれど、こうなった場合はやっぱりねどうしてもら人間ですから担当球団の選手に入れてしまう、まあ、いわゆる愛情票みたいな
形になる、これはあると思います。あるね、それはやっぱりね、ある判断に最後の最後迷ったら、どこで判断するかって言ったら、じゃあ仮に僕なんかだとしたら、年間で京田と大山と喋る時間とか会う時間が全然違うわけだから、それはやっぱ京田陽太に一票入れるっていうことになるとは思うんですよね。だからまあ、あの結局ね、投票なんで最終的にね、どっかでやっぱ文句は出るんですよ。まあこればっかりは、そうそう、となるともうこの制度を改革しなきゃいけないってことだね。そうなんですよね、そもそももう本当に数字とチーム優勝とかそういう貢献度の、そういう仕組みを作るしかないよね、そうです。で、例えばあの新人王の有資格者が今年セリーグ投手46、野手31、合計77人いたんです。だからね、変な話、全くどんな感性か分かりませんけど、別にここに石垣って書いて入れてもいいんですよ、有資格者だから、資格を持ってるわけですね。そうそうそう、でもまあそれはないじゃないですか、有資格者の中でもある程度 NPB が今年収めた成績の上位を絞って、この中から選んでくださいっていう形にするとか。でもこれもね、確かに無理があんの、考えてたら、はい、今年みたいに都合よく3人4人候補者が出てくれりゃいいですよ。実際京田1人がぶっちぎりで該当者だとしたら、もう NPB が京田って決めてんのと一緒になっちゃうから投票する意味がなくなっちゃうんで、はい、そうそう、それも現実的にちょっと考えにくいだ。